家軍を統治した藩藩長は帯城藩主は伊藤家家格は戸様大名であるなお藩主家の日向伊藤氏は備中国岡田藩主家の備中伊藤氏と同族である日向伊藤氏は鎌倉時代に日向国の辞党に任じられ県務二年に伊藤助持が足利隆氏によって とのこり三百丁をあてがわれて下校したことに始まる。一時は、島津市からの侵略により、日向国を一時的に退去するが、伊藤助武が、豊臣秀吉の九州平定に参加し、九州平定軍の先導役を務め上げた、功績により帯の地を取り戻し、近世大名として、復帰を成し遂げた。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、助田が、 大阪で病を得ていたため、成り行きで西軍に着くものの、密かに、黒田助水を通じて東軍に味方をし、着難有権を下校させて、宮崎城を攻撃、ことなきを得た。元那三年、二大将軍、徳川秀忠より、帯藩五万七千国の所領安土の主印状を受けた。以後廃藩地権まで一貫して十四代にわたり、伊藤氏が、帯藩主を務める。 三代助久は、寛永十三年、弟の雄豊に三千国を分与して、旗本寄り合いとし、四代助吉は、明暦三年、弟の雄春に三千国を分与して、表向き御霊衆交代寄り合いとしたため、以後、国高は五万千国となった。領内は、高知が少なく、山林と海浜に囲まれていた。1600年代には、 藩士の休防に備えて、杉の挿し木栽培を始めた。温暖で湿潤な気候から林業が発展、弁強材と呼ばれる、太閤都市の木材は、木造船の材料として徴用された。現在も、帯杉はこの地の特産として繁栄している。また、同時に、漁業も、犯罪性の一翼を担った。薩摩藩同様に、地頭の名称の職もあった。 旧清武城は、藩の第二の拠点として、清武寺頭が置かれていた。十一代遊民の京は元年に学問書を設け、これが、天保元年に、藩校、新徳堂となった。幕末、帯藩は、財政難に陥り、嘉永四年には、藩士の家禄を一、三に源氏、さらに安政四年には倹約令を出した。明治四年、廃藩治験により、 帯県となった。その後、都の条件、宮崎県、鹿児島県を経て、最地県された宮崎県に編入された。明治2年に、勇気は家族に列し、明治17年に死者になった。なお、明治時代、外務大臣となり、ポーツマス条約締結を行った、小村寿太郎は、帯び藩の出身である。江戸藩邸は、外桜谷、上屋敷、仙田谷に、 下屋敷があった。また、大阪と伏見に判定があり、大阪判定は、とサボリ田辺橋に、伏見判定は、下、板橋東海谷町にあった。また、江戸での菩提寺は、柴田奏和の明神寺派寺院である仏悲三島全寺。戸様五万七千国五万四千国五万一、千国助武十五位下、文後守、有慶 十五位下修理大部助久十五位下山戸守る文治により五万四千国助吉十五位下左京助文治により五万一千国弓十五位下山戸守る助長十五位下修理助広行十五位下山戸守る助高十五位下修理大部裕福十五位下 大和守優勝、十五位下、佐京介優民、十五位下、修理大部、夕日十五位下、修理大部、優勝、十五位下、右京大部、優陽、正四位、修理大部、帯半の価格は大まかには、求人中古商歩行外ザマドキ、足軽小人と分別される。求人は、さらにご一門と馬回りに分別される。 文久元年新入国制物なり高では上司を五一門、馬回りで、人員は、上司は五一門と合わせて、帯に百二十六人、清武に十七人。中司は中古師下司は勝ち、茶の湯坊主、書院坊主、純司は河原家、外、座間、純司格は足軽、小人、馬取、倉方、細工所、高市、家事、大工、船大工、荒野とされている。 なお戦術の通り、薩摩藩同様に上代の延長としての児童職が存在し、清武児童は馬回りから出たが、その他の児童は中五省や勝ちからも出た。旧人格上席に位置づけられる、藩主家親族にあたる三谷筆頭の伊藤左門家は、助武家の次男の幸数を外する家で、国高は仙国。藩主となった幸へと助竹は、 左門屋の出身である。残る伊藤門度家と伊藤図書家の2屋は、成瀬正岳と助岳の三女の維持で、伊藤生を失生された伊藤雄生と伊藤雄明をそれぞれ外する。帯半文献帳では、伊藤玄馬、伊藤門度、伊藤立脇の三人がご一門として見える。帯半においては、旧人のうち65国以上に馬を持つことを許可され、これを、 上培上と呼ばれた。また、五十国以下を、小級人と呼んだ。帯半分現長では旧人と過労家が、分別されるが、文旧元年親友国政者なり高では過労家と、馬回りはひとまとめにしている。ありがとうございます。